皆さんこんにちは。2021年7月26日月曜日夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。ということで4連休明けのですね月曜日でございます。ちょっと体重いなという方もいるんじゃないかなと思いますけども、オリンピックが始まりまして、その4連休で先週の木曜日すで、に始まっておりました連休が、放送もありましたけども、下りの高速なんかはかなり混んでいたので渋滞になっていたんで、もしかしたらですね、まあ緊急事態宣言とはいえ検査したりワクチン打ったりなんかしながら、去年帰れなかったご実家の方にですね子供連れて帰ったりっていう人も多かったのかもしれませんけども、今日平日なんですが、オリンピックをやってるからなのか本当に夏のど真ん中だからなのかですね、休みの日のようなちょっと不思議な感覚の月曜日だなと思って過ごしておりますが、本来であればですね、子供も大人も楽しくて仕方がない夏祭りシーズンということなんですけども、なかなかそうは、去年から今年にかけていきません。そんな中、今ツイッターでちょっとバズっているというのがですね、リンゴ飴やたこ焼き、焼きそばなど、屋台の定番メニューを家で作る動画が流行っているということでございます。This is a radio program company. Is it ready?3, 2, 1 Welcome to Skyrocket Company! ホワイトベリーで夏祭り。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。Skyrocket Company。明日へののろしを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、2020年そして2021年のコロナ禍における夏休みが2回目でございますけども、子供たちがですね、ちょっとでも夏を、味わえたらいいなぁとは思っております。はい。さあそんな中、今日のスカロケも8時までの3時間生放送です。内容は5時台が小池屋歌エール、月曜日は仕事がサクサクはかどる一曲をお届けするサック歌をお届け、6時台はキリン一番搾りで乾杯、桃屋の秒飯、そして一押し動画配信部門、こちらの MC はガリット中熊谷茶さんです。ラストの7時台は岸洋介さんがゲストで登場します。スカロケには去年の2月以来およそ1年半ぶりの登場となります。はい。そして7時台はいつも通りキリン一番搾りのコーナーもございますということです。さあ、今日の、新型コロナ26日、これ東京都の新規感染者数でございます。先週がですね月曜日が727人でしたが、今日は1429人ということで倍近い数字になりました。重症者は78人ということで、はい、先ほどもちょっと言いましたけども、一応緊急事態宣言出てますが、県をまたいだ移動はやめましょうということですが、小池さんの方からもですね、例えばサッカーのチケットを持ってる人なんかはですね、なるべく県をまたいでの観戦はおやめくださいというようなことを言われておりますし、ただ実家に帰ってる人も多かったんじゃないかなとか、はい、ある街を週末も歩いてましたけども、夕方ぐらいからですかね、もうあの居酒屋さんなんかで、ね、もうお酒出してるところなんかはですね、お客さんがいっぱいなんですけども、はい、その横のお店は全然いなくて、そのまた隣のお店はお客さんが溢れんばかりにいて、要はお酒出してるか出してないからしいんですけど、ちょっとだんだんいろいろなことが、バグってきたなっていうのが正直な感想でございます、はい、あのどう過ごしていったらいいのかなっていうところがだんだん分かんなくなってきてる人も多いんじゃないかなと思います、ラジオで喋らせていただく立場としたらあまり言っちゃいけないのかもしれないですけども、本当にだんだんどうなってんのかよく分かんないなっていうのが率直な感想でございます。そんな中ですね、東京オリンピック、日本は金メダルを結構取っておりますけども、はい、放送中もですね、金メダルを取ったケースの場合のみ、速報が入るということで、銅と銀は入らない。なるほど。はい。
速報としては入りませんが、伝えないけども僕らが伝える、僕らが伝えていいものもあるんですか。でもそれ危ないでしょ。ニュースの時間にお伝えすると思います、はい、そうですよね、うん、僕らは何も多分やってるものに関しては触れられないので、はい、あの放送の方をですね、はい、楽しくやっていけたらなと思っております。さあということでいきましょう。まずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査。毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施、そして今回実施したアンケートはこちら。東京五輪の開会式見ましたか。はい、いいえ。関東では 56.4% という驚異的な視聴率が出ました。スカロケリスナーさんどれぐらい見たんでしょうか。4連休の真ん中ですもんね、木金土日の金曜日の夜ということで8時からでしたので、はい、直前スペシャルなんかも含めてですね、やっぱり見た方、それから緊急事態宣言中ですのでお家で過ごしてた方多いと思いますので、はい、かなり多くの方が視聴なさったということでございます。まあ、全体で 56% なので視聴率が、アンケートもまあ半分は超えてくるのかなって感じです。さあ一体どんな結果になったのか、アンケート結果がこちら。東京五輪の開会式見ましたか。はい、 72% いいえ 28% です。なんと7割以上の方が開会式を見たということです。男性だと 68% で、女性が 76%、 すごい。19歳以下、東京五輪の開会式見ましたか。はい、 89%。 嬉しいな。約9、嬉しい。なんかどの立場の人なんですか。いや、ここの数字が委員会の人だった。いやいや、すいません、ちょっと立場をちょっと置いておいて、ただの一般の、はい、市民なんですが、低かったらなんかやだなっていう感じで、あ、10代に興味持ってほしいなっていう感じ、欲しいなって思って、高かったのでちょっとつい出ちゃいました嬉しいなって嬉しいなってさあ、そして20代がはいと答えた方が 63%、 30代で 70%、 40代で 71%、 50代で 73%、 60歳以上の方で 81% でございます。19歳以下、東京五輪の開会式見ましたか。はいと答えた方が 89%。嬉しいな何それなんですごい急に、老けた週末ね、老けたね、なんかおばあちゃんになっちゃったね急にね。さあ面白い数字になりました。細かい数字気になった方は番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリからご覧ください。さあ、より良い明日にするための本日の議題はこちら。こんな競技があったなら案件、これなら私が金メダル。オリンピック競技になるなんてわけでもなくとも、もしこんな競技があったら自分が金メダルを取れるかもという皆さんのスキルを教えてください。例えばどんな感じでしょうか。上司にうまいものを食べさせてもらった時の、なんすかこれは自信があります。なんすかこれ、めっちゃうまいっすねっていう。タクシー運転手ですが、スマホを見るお客さんを話に引き込む速度は金いけます。なるほど、まあ、スマホ見てるときに、どうでもいいもの見てるときと、あと仕事の LINE めちゃくちゃやってるときもあるから、はい、ちょっとすいません運転手さん、これ終わるまで待ってくださいみたいなね。どんな環境でも5分以内に寝れるかを競う競技なら世界制覇できます。いや、5分以内で寝れる方いいですね。メッセージ社内掲示板でお待ちしています。スカイロケットカンパニーの公式支援アプリ、またはウェブサイトからの投稿をお願いします。早速どんどん金メダルいきましょう。千葉県34歳女性、会社員のスリさん。スリさん、本部長、浜崎一緒、リスナー社員の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私はジュラシックパークの映画を何回も見ているのに、初めて見るかのようなリアクションができるで金メダルを取れると思います。はい、特に一作目のジュラシックパークがとても大好きで、何回も見てるのに毎回、え、嘘、え、やだ、逃げて逃げてと
キャーキャー言いながら、いいお客さんだな、はい、見ています。何度も見ているのにワクワクドキドキが止まらずに、つい初見のようなリアクションをしてしまいます。何回も楽しめて我ながらお得だなって思います。これ今日金メダル案件じゃないですか、はい、で実際のオリンピックの金メダル日本人選手が取ったら速報入るんですよね。そうなんです。だいぶ金っていう言葉散りばめられてません放送に俺なんかながらで作業しながらラジオ聞いてる人はもう速報を聞き逃すんじゃないかなってぐらいいいのかな、こんな金金言ってるけどなんか金取ったのかって思うかもしれないですけど、うん、違います。今日はですねもう本当皆さんがこの競技だったら金取れるよっていうものを送っていただいておりますので、それを読ませていただいておりますということで、ジュラシックパーク何度見ても初見のリアクション金メダルハンコ嬉しいなぁ。ラッドインプストワイライト嬉しいな浜崎さんはさ、はい、え嬉しいな浜崎です。嬉しいな浜崎でしょ、はい、嬉しいな浜崎まだ時間あるから読みましょうか少しメッセージいきましょう、メッセージいきましょうか、うん、嬉しいね読めるっていうのは嬉しいな、うん、嬉しいな、オープニングからたくさん読めるの嬉しいな、うん、本当にこんな競技があってなら案件これなら私が金メダル千葉県36歳女性会社員の山美沙さん、山美沙さん嬉しいな書き込んでくれて皆様本日も暑い中お疲れ様です。お疲れ様です。本日の案件ですが、人様の色恋沙汰や人間関係を言い当てるという競技ならもしかしたら金メダルをいただけるかもしれません。色恋沙汰人間観察が得意な人人好きな人なら誰でもメダル獲得のチャンスありですよね。はいはいはい。人の話し方や言葉のチョイス、態度や体の動かし方、視線や声のトーンなど、その人の相手への気持ちによってやっぱり普段と差が自然と出ますよね。好きな人なんかの前だとね、分かりやすく出ちゃうかもしれません。そんなちょっとした違いを見つけるのが好きで、よく気づかれないように人間観察をして腕を磨いてメダルを狙っています。結構競技人口多そうだな、はい、特に色恋沙汰がバチッと当たった時は快感です超気持ちいいです。嬉しいな本当に超気持ちいいってかもう金メダル取った後のコメントだからねハンコでは続いて、東京都37歳女性会社員のハイレモンサワーさん、ハイレモンサワーさん書き込み嬉しいなお疲れ様です。お疲れ様です。私が金メダルを取れると思うのは朝の準備選手権です。はい、朝起きてから家を出る45分間の間で洗顔、コンタクト、シャワー、ドライヤー、メイク、着替え、朝ごはん準備、朝食、片付けまでの全9工程をこなすことができます。これも競技人口多そうですね、はい、ただ急いでいるのでたまに左と右の靴下で柄が違うとかシャツにご飯粒がついてる、はい、という事件が起こります、うん、皆さんは準備にどれぐらい時間をかけているのでしょうか。どれぐらいですか、家出るまでに。まあだいたい何時間前に起きます、まず目覚ましを。目覚ましは一応2時間前にはしてるんですけど、結局1時間前になっちゃって、うんうんうん、そこからブワーっていう感じで、はい、やっぱり女性だと1時間いないぐらいなのかもしれないですね、うん、僕は前日にもうシャワーさえ、あ次の日早いななんていう時はシャワー浴びてそのまま寝て、はい、朝こうシャワー浴びなくてもいいかぐらいの、うん、体パッパッと拭くぐらいのもんなんで、うん、15分、結構ありますね。15分、10分から15分ぐらいですね。歯洗って顔洗って一服してぐらいの、だから本当に10分から15分ぐらいかなっていう感じですね。だから男性と女性でまたここ差があるのかもしれませんけども、はい、さあ金メダル取れるんでしょうか、うん、ハンコ。さあお送りしたのはウッサルヒゲダンディズムで始まりの朝。本日の議題はこんな競技があったなら案件、これなら私が金メダル。ぜひ皆さん掲示板にメッセージ届けてください。スカイロケットカンパニーです。スカイロケットカンパニー、小池屋歌エール。日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗
小池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間は小池屋歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。週始めの月曜日はサクータ。月曜日のサクータでは早めに仕事を終えたいあなたに送る仕事がサクサクはかどる一曲をご紹介、さらにリスナーの仕事がはかどるリクエストもお待ちしています。今日メッセージをくれたのは神奈川県の女性、ラジオネームみーちゃんさんです。みーちゃんさん、私は某コンビニでアルバイトをしています。コンビニにはいつも BGM が流れているのですが、それは会社が編集しているもので、 BGM に乗せてお店の宣伝も一緒に流れるタイプの BGM です。はいはいはい、いろいろなんか喋ったりは最近してますよね、芸人の人が、うん、はい。私の働くコンビニでは6月からその BGM が1980年代の Don't You Want Me というヒューマンリーグの曲なのです。流れ始めた当初から私はノリノリで聴いています。レジを打ちながら品出しをしながら、でもうっかり声に出して歌わないように気をつけながら、もしスカルケで流せていただけたら思う存分大きな声で歌いたいです。了解いたしました。さあラジオの前でまだお仕事なさってる方々、サクサク仕事進めちゃってください。そしてラジオネームみーちゃんさん、大いに歌ってください。さあお聞きいただいてるのは1982年、今から40年前に全米でヒットした楽曲ということでございます。ザ・ヒューマンリーグで Don't You Want Me ということで、この時代はシンセポップというジャンルですかが、流行った時代ということです。皆様からのサクータお待ちしています。応募はスカルケのホームページからウタエール特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。さてサクータを聞きながらサクサクのお菓子はいかがでしょうか。今日も小池屋の新商品が発売されております。本日ご紹介するのはジャパンプライドポテト熊本復活の地鶏です。日本が世界に誇る文化や風土、歴史と伝統が詰まったその魅力を商品を通じて届けたい、そんな思いから生まれたジャパンプライドポテトシリーズの新商品、今回は熊本です。実はこの夏熊本県に小池屋の新しい工場が完成したこともあり、話題の新商品となっています。ジャパンプライドポテトシリーズといえば日本の美味しい食材を使っていますが、今回は幻の地鶏と言われる天草大王が使われています。天草大王とはかつて熊本に存在しており、味の良さ、肉質の良さから水炊き用として重宝されていた貴重種の地鶏。昭和初期に絶滅してしまったものの、味の良さから復活が望まれ、およそ10年の歳月をかけて復活しました。私たちも先ほどいただきました。はい、うまみがすごかったですね、本部長。うまいです、もう、うん、本当にシンプルにうまい感じました。おいしいです、うん、そして日本がね、うん、世界に誇る文化や風土ということで、うん、熊本いろいろ地震もあったりとかですね、雨だったりとか、ここ数年大変ですので、うん、こういうプロジェクトがあるっていうのはなんかとても素敵ですね。ぜひ皆さんも召し上がってみてください。柚子胡椒がほんのり効いているのもいいですよ。毎週月曜日にご紹介した商品は小池屋商品詰め合わせに同封させていただきます。ジャパンプライドポテト熊本復活の地鶏、ぜひコンビニやスーパーでチェックしてみてください。私も食べました、見つけましたよ、などハッシュタグ歌エールをつけて投稿もお待ちしています。小池屋歌える。日本のじゃがいもは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りしました。
Company。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー、番組ではツイッターも走らせています。本部長のマンボウヤシロです。番組のハッシュタグはカタカナでスカロケです。秘書の浜崎美穂です。はい、スカイロケットカンパニー、略してスカロケです。ハッシュタグでぜひですねスカロケでつぶやいていただけたらなと思います。はい、公式アカウントもございますので、もしよかったらフォローしていただけたらなと思います。どうでしょうか。浜野しんちゃんさん。はい、しんちゃんさん。本部長秘書リスナー社員の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今から出社しますので、今週もよろしくお願いします。今週も月曜日ということでよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。こんな競技があってなら案件、これなら私が金メダル。さあ、先ほど朝の準備時間のメッセージありましたよね。はい、神奈川県27歳女性会社員のアニーちゃんさん。アニーちゃんさん。準備の時間、私は朝ごはん食べない、そしてメイク後回し戦法なので、シャワー、髪セット、歯磨き、着替えで25分です。ああ、ご飯抜き。はい、なるほど、朝ごはん食べない級で金メダルということですね。朝の支度という競技があったとしたら、はい、ご飯抜き級ね。はい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 、早い早い。25分は女性シャワー込みでっていうのはだいぶ早いんじゃないかな。髪乾かす時間なんかも入ってくるでしょうから、金メダル、ハンコ。続いて、千葉県32歳男性、はい、会社役員のねもすけさん。ねもすけさん。本部長秘書リスナー社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。私のこんな競技があったなら案件は、第一印象好印象です。はい、第一印象好印象。私は仕事でもプライベートでも会う人全員に、爽やかな好青年だねとよく言われます。これは良くも悪くもな印象なのですが、笑顔で挨拶、返事ははっきりとありがとうございます、ごめんなさいをしっかりと伝える、この3つを心がけています。はい、機嫌があまり良くない日ももちろんあるのですが、それだけは忘れずに生活をしています。うん、第一印象がいい分、仲良くなると驚かれることが多いのは気がかりですが。はい、気がかりはあるとはいえ、心がけていること3つあるということで、この3つは忘れないように言ってるっていうのをもう一度教えてください。笑顔で挨拶、返事ははっきりと、ありがとうございます、ごめんなさいをしっかりと伝える。はい、第一印象大事ですもんね。金メダル、ハンコ。そしてもう一ついきましょう。東京都36歳男性、会社員のタビトさん。タビトさん。私が金メダルを取れる競技は夏限定、口に含んだスイカの種遠くに飛ばす選手権です。はいはいはい、ありそう。実際実家にいた頃、縁側でスイカを食べるときはよく兄弟と争っていました。はい、品はありませんが、これぞ日本の夏って感じです。種飛ばしてないですね、最近そういえば。ちなみに高校生の頃は部活の仲間とスイカを志村けん食いする選手権、あったあった、はい、やっていましたが、はい、男子校だったので強豪揃いでした。さすがに最近はやっていませんが、どちらも自信ありです。あー、スイカ食べたくなってきた。スイカ食べたくなってきました。夏ですね。うちはおばあちゃんが一番早かったですね、スイカ食べるのは。あーっつってんで孫が笑うみたいな、いうのが夏の風物詩でございましたけど、やっぱり実家とかでスイカ食べない限りは、うん、なかなかね、縁側に座ってスイカの種飛ばすなんてことも、ね、東京だとないですもんね。部屋では飛ばさないし、なんかやりたくなってきますね。はい、ハンコ。さあ、お聴きいただいたのは今月のスカレコ社員の歌でございます。夏の楽曲でございます。ピーナッツバターズでですね、波乗り波。今週の木曜日にいよいよゲストとして番組に初登場でございます。さあ、ということでいきます。はい、こんな競技があったなら案件、これなら私が金メダル。千葉県23歳女性、栄養士のシュガーちゃんさん。シュガーちゃんさん。皆様お疲れ様です。お疲れ様です。こんな競技があったなら案件、私が確実に金メダルを取れると思う競技は、ソフトクリーム巻き巻き競技です。はい、
学生時代某コンビニでアルバイトをしていた時にソフトクリームを巻いていたので、今でもセルフで巻けるソフトクリームマシーンでうまくソフトクリームを巻くことができます。ミニストップかしら。誰にも負けないぞ。じゃあソフトクリーム食べてないな今年まだ。難しいですよね自分でやるのね。いや、うん、食べたい。夏っぽい書き込みがやっぱ多いですね。あ、ハンコ。さあそしてこちら、千葉県29歳女性会社員のミサクランボさん。ミサクランボさん、こんな競技があったなら多分私が金メダルと思う種目はピスタチオの殻むき対決です。ああ向いてほしい。千葉県民は落花生のイメージがあるとよく言われますが、はい、同じ殻付きなら私はピスタチオを買うことの方が多いです。はい、たまにくっつきすぎていて剥きにくい殻もありますが、うんうんうまく剥くコツをつかみました。はい、なので多分早いです。地味な競技ですがネイルもしているので爪がやられないように剥ぐのも大事なポイントになっています。ピスタチオこれどうすんだよみたいな殻たまにありますもんね。あります。いやこれ無理だろ爪も入んないしみたいな硬いな押してもみたいな食べられないよって。ピスタチオとね落花生と枝豆あたりはねまあ楽しいですよね、うん、剥いて食べるみたいなものは、はい、ハンコ。さあお聞きいただいているのはグリムスパンキーでザ・ウォールでございます。今日はですねこんな競技があったら案件これなら私が金メダルお待ちしております。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。東京都女性15歳以下の、女の子ですね、はい、トカゲちゃん、トカゲちゃんです。皆さんお疲れ様ですということで、これが7月21日先週の書き込みでした。もう夏休み、私の通っている小学校はいろいろと中止。うん、東京都の子ですね、はい、修学旅行だけども行きたいです。なんかもうつまんないな、いい方法などありますかということです。ね、部活なんかもやれてない東京都の学生さんなんかもいるかもしれない。子供たちなんかもなかなか外に遊びに出れてないかもしれないけども、近所のね海が近所にある人なんかは海行けたらいいなと思いますけど、またちょっと台風も近づいてきてるということなんで、今日明日あたりは危険かもしれませんのでお気をつけください。それからやっぱり学校行事ね、何度も言っておりますけども、去年から、生まれてから死ぬまで人生で旅行にですね修学旅行でしか行かない人がいるという話を去年聞いてからですね、やっぱりどうしても子どもたちの修学旅行っていうのは行かせてあげたいなと思ってしまうところがありますけども、うん、まあ感染状況だったりとかいろいろ大変なところはありますけども、まあもう問題は病院がどうなるかだとは思いますけども、はい、なんかね去年はラジオの中で、浜崎さんのプロデュースで花火大会やったりとかいろいろなことやってましたんで、今年もですね、うん、また8月の半ばぐらいに入ったら夏っぽい感じの放送を、はい、我々はそれぐらいしかできませんので、ごめんなトカゲちゃん。うん、なんか夏っぽいことが一回でも多く訪れるといいね、できるといいね、友達とでもいいし、家族とでもいいし、なんか2021年がつまらないなのまま終わってほしくないなっていう風にすごい大人として思います。何ができるんでしょうかね本当に、最近ではですね本当に、10代の方の書き込みも多いですので、学校休みで聞いてる人なんかはですね気楽にメッセージ送ってみてください。時間があれば紹介させていただきます。Welcome to Yellow City。 タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。6時です。東京 FM 失礼しました。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。
連休明けで、今日も働いてる方多いんじゃないんでしょうか。6時でお仕事終わった方々お疲れ様でございます。お疲れ様です。今日も一日暑かったことと思いますので、体の方ご自愛ください。皆さんちょっと疲れが溜まってくるぐらいの時かもしれません。はい。少しだけ例年よりですね梅雨明けるのも早かったですので、もう結構夏が続いてきたなって感じもしますので、あの今週の土用の牛の日、はい、あのうなぎをね皆さん食べて体力つけてということでございますので、そこまで踏ん張っていけたらなと思います。そんな中ですね、先ほど10代の女の子の書き込み読みましたが、これも7月21日先週に届いていたものです。東京都学生の、14歳女の子、私猫のマリーちゃん、はい、本日の案件ではないんですがと、何でもいいです、いつも書いてくだされば。本部長にお願いがあります。私にパワーをください。どういうことかと言いますと、私は今年受験生なので、この夏が大きな山場でもあり、この夏にかかっていると言っても過言ではありません。なので夏休み初日のあさってから1日15時間勉強しようと考えています。今の私だったら3日坊主で終わるのでパワーが欲しいです。なんか先週も15時間ありましたね。はい、ありましたね。13時間か。はいはい。夏はスカロケ聞けません。聞けないのか。スカロケは聞けません。それでもスカロケを応援しています。ありがとう。また受験が終わったら毎日必ず聞きます。嬉しいな、本当に。もうスカロケは夏は聞けませんが、応援、番組の応援させてよ。逆に本当に1日15時間も勉強するって言うんだから、受験生の皆さん、はい、どうします。わーってパワーって言って花火でも上げときます。わー、いいです ね。はいはいはい、うん、パワーからの花火ということでね。ラジオの前の受験生のみんなね、小学校6年生の子も受験勉強してるかもしれない、うん、それからですね中学3年生そして高校2年生あたりなんかもね、もう夏期講習とか始まってるかもしれないし、高校3年生それ以外にも受験控えてる方が予備校生、たくさんいらっしゃると思います。この時期勉強していることと思いますので、はい、そんな皆さんがこの夏なんとか暑さに負けずに乗り切って、オリンピックの誘惑に乗り切ってですね、自分が納得のいく学問、勉強時間に費やせますように、パーたまやいいですね。うん、頑張れ受験生、頑張れ。暑いけどね、遊びたいだろうけどね、大事な夏だからね。うん、さあということで、ここからの時間はこちら、この時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと、大変だったこと、嬉しかったこと、そんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。それではどんなメッセージが届いていますか。埼玉県40歳女性、青いマヒクルケンさん、青いマヒクルケンさん、青いマヒクルケンさん、はい、はい、本部長秘書、リスナー社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。私は日頃4人の子どもの子育てとフルタイムの仕事と、来年の国家試験受験資格獲得のための通信講座と、その受験勉強に追われており、ヘトヘトな毎日を送っています。いやー、想像できない、大変。仕事も介護職、大好きな仕事なので嫌なことなんて何もないのですが、とにかく体を使うので夕方には疲れてしまって、夜勉強するのは無理なので朝3時に起きて勉強しています。いや、もう朝じゃないですよ、3時ってまだ夜中ですよ。そんな私ですが、今日40歳の誕生日を迎えました。あら、7月26日。もちろん私の誕生日なんて家族の誰も覚えていなくて、ちょっと朝からただの日常を送っていますが、せめて今夜は一番絞りで一人で乾杯したいと思います。いやいやいや、4人の子供たちを前に育てながら仕事なさってて、はい、4人の子供たちはお母さんの誕生日覚えてることと思いますよ、うんうん、今ちょうどもうすでに祝われてることを祈りたいなと思います。うん、
それでは本部長、リスナー社員の青井真昼健さんに向けて早速乾杯しましょうか。ご家族に絶対祝われてるってことを信じながら願いながらになりますけども、まずはキリン一番搾り飲んじゃってください。日頃のお仕事、そして勉強、子育て、本当にお疲れ様でございます。気持ちよく飲んでいただけたらなと思います。おっと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 、青い真昼真昼健、失礼青い真昼健さん、お誕生日おめでとうございます。乾杯。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。さあ今日はですね、こんな競技があったなら案件、これなら私が金メダルでございます。東京都31歳男性、会社員のタスクンさん。タスクンさん、回転寿司屋さんのガリを食べる量は誰にも負けません。ガリ美味しいですよね。最初から入っている量じゃ足りないので必ずおかわりはします。はい。牛丼屋さんでの紅生姜もたくさん食べます。紅生姜も美味しいです。考えられない量を入れてる人いますもんね。店員さんにむしゃむしゃガリ野郎とあだ名がついていそうで不安です。金髪おしゃべりなんだっけそういう感じであだ名つけられてんじゃないかと。いやそんなね、いやつけられてないと思う。ガリはいいですよね。ちょっと急に飯してるじゃないけど回転寿司行きたくなっちゃって、よだれてますね。よだれ出る。でやっぱり今はね、本当に時短で8時までで、はい、ご飯屋さん終わりだから、もう放送終わった後、この間もねタクシードライバーの方と、その方もやっぱり夜中終わって、うん、今まではラーメン屋さんだったりとか、はい、東京都っていうのは飲食店が開いてくれてたこと嬉しいですねっつって、はい、牛丼とやっぱりコンビニの数が増えたって言ってて、もちろんその話の延長ではコンビニが結局たくさんあってよかったですねとか、空いててよかったですね、牛丼屋さんにも力借りてますねみたいな話なんですけど、やっぱりちょっと寂しさはありますよね。8時過ぎてこうどこのご飯屋さんもないっていうのは、僕らの仕事は特に夜終わることが多いので、ラジオ聞いてくださってる方の中で結構夜深めに終わる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱ夕方終わって何か食べて帰れるのと、終わって何も食べれないでやっぱりなんか買って帰ろうかっていうのはまた気持ち違うんですよね。いやー、ちょっと牛丼も回転寿司も食べたくなっちゃいました。ハンコ。続いて広島県30歳女性、会社員のアピッピさん。アピッピさん、広島からありがとうございます。本部長、秘書、お疲れ様です。お疲れ様です。私はセロテープを貼りたいもののサイズにぴったり切る競技があれば金メダル獲得できると思います。すごい苦手です、セロハンテープの長さ。デパートで働いていた時もラッピングの際にはテープを長く出しすぎることもなくぴったり。事務職に転職した今も封筒の封をする際はサイズ問わずぴったり。なんか長さの勘が働くんですよね。周りからは目測師と呼ばれています。目測師かっこいいいいですね。もう手紙出す時にこう縦長の封筒であれ A4 サイズであれ一度もうまくいったことないですね、僕。セロハンテープもガムテープももう短いかな。難しいですよね。難しい。そう、その能力欲しいです。目測師金メダルハンコ。さあお聞きいただいてるのは銀杏ボーイズでございます。少年少女。ここで東京 FM と北斗が夏にお送りしている金活プロジェクトのお知らせです。みんなでキノコを食べて心も体も元気に夏を乗り切りましょうというプロジェクトですが、今年はこの金活プロジェクトの中でリスナーの皆さんからのダンス動画を募集しています。今流れているこの楽曲、
ラッパーのケンザ390さんとダンサーシットキングスによる夢のコラボ、キングオブキンクツに合わせてダンスをして、その様子を撮影してぜひ送ってください。ダンス動画は30秒以上撮影されていれば OK です。応募の締め切りは今週の土曜日です。7月31日まで。なんと入賞者の賞金総額は40万円です。私も以前踊ってみましたが楽しいですよ。初心者の方も大歓迎ですし、ダンスやったことがないですよっていう方もですね、ぜひこの機会にキノコダンス踊ってみてください。もうちょっと踊るだけで汗をかいていいエクササイズにもなると思います。詳細は東京 FM のトップページから金活プロジェクトの特設サイトをチェックしてみてください。皆さんぜひ参加してみてくださいね。お疲れ様です。ほう、スカイロケットカンパニー桃屋の秒飯、味を大切にする桃屋の提供でお送りします。さあさあさあ、ここからは夕方に皆様の食欲をそそるこの企画、桃屋の秒飯。スカロケリスナーが考案する桃屋の商品を使った超簡単でまさに秒でできる秒飯の作り方を毎週ご紹介させていただきます。食事の強い味方、桃屋の商品と身近な食材をアレンジするだけ、いよ桃屋。このコーナーでは毎月テーマに沿ったレシピを募集しています。7月のテーマは夏バテ防止秒飯。今日はどんな秒飯を紹介していただけるのでしょうか。リスナー社員と早速お電話つながっております。もしもーし。もしもーし。こんばんは。こんばんは。スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。はい、夏だけ早起きと申します。夏だけ早起きさん。はい。あれ電話したこと。あ、初めてです。あ、電話は初めてですか。はい。でもちょこちょこ読ませていただいてますよね。そうですね、あの何度か読んでいただいて、あのいろいろ送っていただいて、いつもお世話になっております。お世話になってます。今日はどうやって過ごされてましたか。今日は仕事は休みだったんですけど、ちょっと小学生の子供たち の学校で個人面談があったので行ってきました。外暑いですよね。暑かったです。個人面談どうですか。先生のこうお子さんたちへの評価というか空気は。そうですね、下の子が1年生で入ったばっかりなんで、はい、いろいろあのちょっと家ではとは違うなんか顔が聞けて面白かったです。なるほど。もうってことは今年1年生ってことは学校入ってようやく1学期が通過した感じですけども、はい、下の子は学校慣れてきた感じはありますかね。そうですね、楽しんで行ってるみたいです。あ、何よりですねそれは。はい、ということでお願いいたします。それでは夏だけ早起きさん、今回の夏バテ防止秒飯はどんなメニューでしょうか。イカの梅好み和えです。お、きた梅好み。早速レシピ教えていただけますか。はい、材料はささみ2本、オクラ5本ぐらい、あとイカそうめん、卵、あと梅好みです。はい。作り方は、まずはささみにちょっとお酒を振りかけてラップして2分から2分半ぐらいレンジでチンして加熱をします。ちょっと爆発しやすいのでフォークでジョンジョンって穴とか開けておくといいと思います。で、火が通ったら、水に入れて冷まして、手でほぐします。で、あとオクラはだいたいネットに入って売ってると思うんですけど、ネットに入ったまま上から塩をかけて両手で挟んでゴロゴロゴロっていう感じで転がす感じで水洗いをして、はい、お皿に並べてラップをして40秒ぐらいレンチンして加熱して、また水にちゃぽんとして冷まします。で、冷めたら好みの大きさに切ります。で、それからささみとオクラとイカそうめんと梅好みを全部混ぜ合わせて、最後に卵の黄身を乗せたら完成です。そのまんまでも美味しいんですけど、ご飯に乗せて食べるときはちょっとだし醤油を加えるとさらに美味しくなると思います。
もう説明を聞きながら美味しそうと。オクラは冷凍のものもありますし、そうですね、ささみも缶詰などを使うともっと簡単にできるかもしれませんね、はい、そうですね、市販のサラダチキンでも美味しく作れそうですが、はい、スタジオにご用意させていただきました。本部長にはソーシャルディスタンスに配慮して別室の方で試食をさせていただきます。試食をしていただきます。あー、色とりどりですね、はい、この鶏がささみが梅好み色に染まっていますよ、はい、そしてオクラのグリーンとイカと、じゃあ先にいただいちゃいます、うん、まずは卵をつけずにちょっといただいてみますね、はい、いただきます。あー、さっぱりしておいしい、大好きです、おいしいですよ本部長。はい、じゃあ僕も行かせていただきます、うん、まずはじゃあ卵混ぜずにいただきます。イカそうめんとオクラとささみでございます。いただきます。あー、うまい。あーさっぱりしてるわ。そう、あー、うまい。ちょっと卵、一緒卵で、うん、卵をちょっと黄身を崩していただきます。まろやかになりました。おいしい。これはこのままいただいてもいいですし、本当に丼にしてもいいですね。あれ、これ結局味付けって梅好みだけですか、うん、そうですよね、基本的には。そうですか、はい、あと梅好み、そうですね、ご飯かけるときはちょっとだけだし醤油かけるといいと思いますけど、基本的には梅好みだけです、ね、うわ、うまっ、うん、梅好みに旨味いっぱいありますからね、うん、いや、最高です。ありがとうございます。おいしい。おいしい。最後になりますけど、何か言いたいこと等ありますか。いや、いつもスカロケにはあの我が家の忙しい夕方の時間を支えてもらっているので、これからもよろしくお願いします。こちらこそです。これからもよろしくお願いします。お願いします。ということで、夏だけ早起きさん、ごちそうさんした。さあ、今回ご紹介した梅好みは、ご飯のお供の一つとして愛される、発売から49年という歴史を持つロングセラー商品です。長く愛される理由は、桃や独自の配合で漬け込んだ自家製の肉厚な梅干しから丁寧に取り出した梅肉に昆布、鰹節などを合わせることで風味豊かな味わいに仕上げていることなんです。さらに隠し味にすりおろしたリンゴを加えているので、フルーティーな味わいも感じられます。爽やかな味わいが料理のアクセントになること間違いなしの一品です。ずっと瓶詰めの個人的な流行りみたいなのがあるんですけど、はい、いろいろなのを順番で来るんですけど、うん、今僕本当ね2ヶ月ぐらい梅好みかもしれない。お、梅好み、これ本当美味しい。そう、大好きです、うん、とにかく皆様からは楽で美味しいレシピをお待ちしています。このコーナーでは毎月テーマに沿ったレシピを募集中。来月8月のテーマは夏休み、子供が喜ぶ秒飯。投稿していただいた方の中から毎週5名様に桃屋人気の瓶詰め6種類、ご飯ですよ、辛そうで辛くない少し辛いラー油、刻みニンニク、刻み生姜、穂先メンマ、やわらぎ、味付けザーサイ、こちらを全てセットにしてプレゼントします。詳しくはスカロケのホームページから特設サイトをチェック、ご応募お待ちしています。あなたの秒飯で僕たちをうならせてください。お送りしたのは東京 FM ブランニューソング、シンガーソングライター小枝でピーポーピーポーでした。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。さあ、本日の議題はこちら。
こんな競技があったなら案件、これなら私が金メダル。いきましょう。埼玉県46歳男性、会社員の政治愛好会さん。政治愛好会さん、はい。本部長秘書、社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。私の金メダル取れそうな競技は奥さんへのラブラブ度選手権です。うわー、すごい。18歳から付き合い始めた、はい、人生初めての彼女。うわ、はい。26歳で結婚、はい、今年で結婚満20年になりますが、うわーすごい、はい、今でも好きで好きでたまりません。うわーすごい。スーパーでの買い物では手をつなぎ、寝ている時も手をつなぎ、うーすごい、時間があれば LINE して、出勤と帰宅時のハグ、片時も離れたくありませんね。もう本当に何だろう、ソウルパートナーっていうんですか、はい、ソウルメイトっていうんですか、はい。付き合い始めてから28年経っても色褪せない気持ちは金メダル級だと思います。いや、これはね、世界中にもねライバル選手いっぱいいると思うんですけども、それでも相当金に近いんじゃないんでしょうかという感じがします。レディオの前のスカロケを聞いているカサカサ一族の皆さん、呼んじゃった皆さんが参加できない競技がございます、世の中には。あ、これはねすごい、いやいいですね、いい、素敵ですね、本当に。生まれて死ぬまでこの奥さんとしかお付き合いしないっていうことですよね、多分ね。そうですよね。そうですね、うん。いやー、未だに手をつないで寝ているってそう、片時も離れたくない。いやー、すごい。なんか寝てる時もこう顔見ちゃったりするんですかね。なんかもう想像できないじゃないですか。でもさ、寝顔見たいってすごい発想じゃない。よくよく考えると自分が寝ててさ、はい、こう誰かと寝るのなんか邪魔くさいなって思っちゃうかもしれない中で、うん、横に寝てる人の寝顔を見たいとかってさ、考えられる。もういやカサカサしてんな、カサカサですね、カサカサしてんなっていうこと。奥さんはどうでしょうね、同じ思いでしょうか、ね、同じ思いだろうよん、同じ思いだよ、同じ思いで。じゃなかったら、はい、なかなか手つなげなくないですか。どっかでもし一人で寝たいとか、まあ、愛情が普通ぐらいで収まってんだったら、うん、ちょっと手もういいかなって言うと思うのよ。いや、 やっぱりお互いがそこにストレス感じてないから、無理することなくいろいろなことをそう自然と続けてられるんだと思いますよ。いや、素敵ですよ、金メダルです、ハンコ、いいですねこれは、はい。続いて東京都54歳男性、会社員のテリーパスタさん。テリーパスタさん、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。グレープフルーツ半分に切ってスプーンで食べる競技があれば多分金メダルが取れます。最近やってないです。特別なスプーンを使わなくても全ての薄皮を残して身の身ほとんど全て取り去ることができます。はい、上手に取れそう。しかも普通の人が食べる時間と同じくらいの時間でん、子供の頃からそのように食べていたので自分にとっては当たり前の食べ方ですが、以前職場旅行でデザートにグレープフルーツが出され、いつも通りに食べ終わったらみんなに驚かれて食べた後の皮を回覧されました。いや、すごい、どうやってやってんのこれ。もう本当に皮以外全部綺麗に取れてるじゃんってことでしょ。できれば競技会は芸術点も採点に入れてほしいです。いや、見たいですねこの競技会。ちょっとこれは競技人口そんなに多くなさそうな気がしますけども、うん、確かにちっちゃい時グレープフルーツ家で出たりとか、なんか砂糖少し上に乗せてスプーンで食べたりとかしてたけど、あんまりうまく食べれた記憶ございません、相当上手なんでしょうね、普通のねスプーンで、はい、普通のスプーンでってことですもん。金メダル期待してます、ハンコ。さあ、お聞きいただいてるのは中村恵美さんでございます。いただきます。
スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。ゆうじです。お疲れ様です。吉田明夫です。明日のワンモーニングもバズフィードジャパンニュース副編集長の神場亮介さんと話題のニュースを考えます。8時台のゲストは株式会社スマートドライブ代表取締役の北川烈さんです。スマートドライブの武器は独自に開発したデバイスなどを使って集めた車の走行データ。それをもとにとてもユニークなサービスを展開しているようです。僕も個人的に車が大好きなので大変興味があります。ワンモーニングは明日も朝6時スタートです。本部長浜崎秘書、僕の車でよければどこにでも連れてってあげたいんですけどもまあ架空の話でもいいです、はい、行くとしたら僕たち3人、いや吉田さんも乗りますか？私も入れて、はい、4人でどこ行きますか？どこ行きたいですか？マジで。どこでしょう。僕やっぱ体に塩を通したいんで、早めに、うん、海行きたいんですけど、海も行ける海が限られてくるから難しいかなとか、うん、あ、都内の温泉とか、あ、温泉いいですね。サウナとか、ね、うん、汗かきに行きたいなとかっていう感じありますけど、うん、なんか西東京の方の気持ちいいところとか山ん中とか、最高、川とかも、川かわいいですよ。川か、かわいい、川だ、お願いします。一押し動画配信部サポーテッドバイ DTV。 DTV の提供でお送りします。ここからの時間は一押し動画配信部。ステイホームが続き、音楽、映画などさまざまな配信サービスに需要が集まっています。毎週月曜日のこの時間はリスナー社員にご覧になっていただきたい映像作品をご紹介します。そして作品をおすすめしてくれるのは一押し動画配信部部長のガリトチュー熊谷茶さんです。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま す。今週も茶さんよろしくお願いします。茶さんって言わない、茶たんみたいになるから。沖縄の何茶たんって茶たんってあるでしょ。茶さんが熊谷で呼んで、熊谷さん、熊谷茶さんなんですもん ね、 でもね、はいはいはい、はい、ここでリスナー社員さんから届いたメッセージご紹介したいと思います。東京都の34歳男性、ひろよすさん。ひろよすさん、狼子供の雨と雪、本当に素敵な作品だと思います。公開当初はまだ独身だった私も今は子供が2人おります。子供が成長する嬉しさと喜びと寂しさ、親になってからいろいろと考えさせられる作品になりましたと。先週の狼子供の雨と雪を見ての感想をいただきました。確かにあの広吉さんが言ってる通りに、この作品も今子供としてる見た人たちなんかが、はい、何年か経ってからもう一度見たら親目線に近づいてきてたりとか、うん、僕らも確かに結婚して子供ができてから見るとまた違うものに見れるかもしれませんし、うん、で先週はこの狼子供の雨と雪紹介してくださったじゃないですか、はい、熊谷さんが、はい、その前の週に最初の晩餐、はい、紹介してくださいましたよね、はい、で秘書見ましたよね、はい、でそれ喋ってたじゃないですか、はい、そしたらね、とある方からメッセージが、はい、はじめまして、ラジオを聞きました。最初の晩餐を見ていただき感謝です。監督の時和と申します。はい、 SNS 通して、はい、公開から1年半ほど経ちましたが、今もこうやって取り上げてもらえるのは監督として幸せなことだなと感じます。そして今回の映画は7年かけて作った長編デビュー作だったので、デビュー長編の7年、はい、うん、特に思い入れがありましたと感謝のメッセージが。監督ありがとうございます。ありがとうございます、はい、熊谷さん聞いてくださってたみたいです。監督、時は監督が、いいです、はい、監督の本当に デビューなのにこんな素晴らしい映画、最高です、ありがとうございます。 DTV の方で見れるということですので、はい、皆さん気になってる方はチェックしていただけたらなと思いますけども、はい、はい、それでは熊谷部長、今週もよろしくお願いします。7月はファミリー、家族をテーマに一押し作品を紹介していきます。今日ご紹介するのは2010年公開の韓国映画ハローゴースト。ハローゴースト、まずは秘書からあらすじをお願いします。生きる希望をなくした青年サンマンは投身自殺を図って川に飛び込むが失敗。病院に担ぎ込まれ、
目が覚めると4人組の幽霊に取り憑かれていた。彼らを成仏させるため願い事を一つずつ叶えてあげることになったサンマンは、その過程で美しい看護師のヨンスに出会い一目惚れ。幽霊たちの願いを叶えるごとにサンマンとヨンスの距離は縮まっていき、という作品ですが、はい、熊谷部長、はい、こちらはですね、まあその、この生きる希望をなくした青年サンマンとか、その幽霊が取り憑かれるとか、はい、ちょっと怖そうな、はい、なんかファミリー家族じゃないんじゃないのって思うんですけども、有名なね恋愛映画でいうところのゴーストがあったりとか、うんはい、それから人間のこう成長物語って言い方していいか分かんないですけど、うん、3人のゴーストとか、はい、ゴーストってあるじゃないですか、はい、これそういうテイストに近いんですか、うん、これそう近いんです、まあ、そのジャンルで言うとハートフルコメディ、あコメディーなの、そうなんですよ。で結構まあヤッシーも言ってくれて、であとこのネタバレが結構したくないんですよ、はい、なるほど、あまりちゃんと情報、はい、言いたくないんだ、そうそうそう言いたくないんですよ、はいはい、それなんでかっていうと、うん、まあまあ最後にちょっとあるんですけども、うんうんうん、まあ、この映画、まあ、ヤッシーも言ってくれた通り、僕あの芸人にあのクマちゃんなんかいいのないって言われて、うん、まあ、こんな面白い映画あるよと言ってて、はいはい、まあ、他の芸人にも言われるんですよ。その時にこのハローゴーストをおすすめするんですよね。2010年もう11年前の作品ですもんね、はい、でもあんまりこう有名じゃないっちゃ有名じゃないのかもしれないですけど、うん、それでも言われたら芸人に結構な数におすすめしてると。そうなんです、はい、で、はい、その時に必ず言うのが、はい、最後まで見てねっていう、途中でやめないでね、やめないで、でなぜかというと、もしかしたら見てる人のによってはこう、はい、あ途中でえこれ熊谷本当におすすめなのってなるかもしれない。ただそれは信用してください。最後までもうラスト14分から僕涙止まりません。もう泣いちゃうんですよ。まあハートフルなラスト14分、うん、浜崎さん途中でやめるときあるからね。ちょっと浜崎さんそれだけ約束してください。必ず最後までね。これはラストまでね。これはラストこれはラストまで。浜崎さんこれはラストまで。そうだった。あの約束してから途中でやめないでください。これは芸人に言っても、はい、じゃあ分かりましたって言って、うん、後ほど見ました、うん、熊谷さんの言った通りやめないでよかったですって全員、はい、間違いないと、はい、それぐらいもう、なるほど、途中もしかしたらあれこれ大丈夫かなって疑っちゃうことがあるかもしれないけども、決して最後あ途中でやめないでいただきたいという映画ということでございます。この映画の魅力、もし3つ言うとしたら、魅力というか説明を、ハローゴースト。ハローゴースト。ハローゴースト。主演が、あの、猟奇的な彼女のチャ・テヨンが出ています。はい、はい。他にはですね、あの、もう本当にコメディあり、とにかく泣けます。うん、とにかく泣いた後、笑顔になれる。笑顔泣きができる面白い映画です。何なのその説。何何泣き情報が笑顔泣き笑顔泣きって何初めてよかったみたいな笑い泣きに泣き笑いとか泣き笑いってことですか。わかんないわかんない俺もわかんないよ。笑顔泣き笑顔泣き笑顔泣きができる作品で、とにかくね、とにかくありがとうございます。はい、熊谷部長ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます。本日ご紹介した映画ハローゴーストは DTV で絶賛配信中です。それではここでリスナー社員さんから届いた夏休みに家族で見たい動画配信コンテンツのメッセージご紹介します。33歳の女性、東京都の方です。スリピさん、スリピさん、家族で見たい映画はグレイテストショーマンです。あー、グレイテストショーマンいいですよね。はい、ヒュージャックマンのキレッキレのダンス、ザック・エフロンとのリズミカルな掛け合いがとてもかっこいいです。ララランドと同じ楽曲担当者なので、音楽もずっと聴いていたくなるような曲ばかりです。家族や仲間とのつながりの強さも感じられます。ぜひ家族で見てほしいです。はい、グレイテストショーマンの前にやっぱりララランド僕話題になったんで見たいなと思ってるうちに、はい、見ない間にグレイテストショーマンが映画館で始まっちゃって、もう先に映画館で見て、未だにララランドまだ見てない、グレイテストショーマンだけ映画館で見てんのよ。ちょっと
本部長ララランド僕ね大好きなんです。もう本当にライアン・ゴズリング、エマ・ストン、デミアン・チャゼル監督、最高の3人のトライアングル。あ、本当素晴らしいです。グレイテストショーマン、グレイテストショーマン、ヒュージャックマンが出ています。本当に勇気が与えられるミュージカル映画です。音楽がいい面白い映画です。うわ、ありがとうございます。本当にね、どっちも構図つけたいんですけど、はいはいはい、もう僕はララランドから見ちゃって、家族でちっちゃい子なんかいたらグレイテストショーマンとか ね、もしかしたらそっちの方がちょっとこうドキドキソワソワ楽しめたりする部分もあるかもしれませんですけども、はい、今ご紹介したグレイテストショーマン、ララランドも DTV で見ることができます。ララランドも、はい、はいはい、DTV はレンタルとは違い、いつでもどこでも見ることができます。月額550円、定額制の DTV でぜひご覧になってください。このコーナーではリスナー社員から毎月テーマに沿った一押し作品に関するメッセージを募集しています。8月のテーマはこの夏一気見したいシリーズ作品です。メッセージを送っていただいた方の中から抽選で3名様に高音質 Bluetooth スピーカーをプレゼントします。はい、あ、もう来週から8月ですか。そしてこの夏一気見したいシリーズ、うん、熊谷さん年間200から300本ぐらい映画見てて、はい、それをずっと何十年も続けてますけども、はい、この一気見したいシリーズも大丈夫なんですか。ここ大丈夫です。もう一気見したいシリーズ、これはね、ドラマ系ってことですか。あ、まあ映画でもこう続いた映画とか、なるほど、ワンツースリーだったりとか、まあ、ここはちょっと8月お楽しみで。なるほど、楽しみでございます。動画配信部ここでやるぞっていうことでもうなんか酔っ払ってる酔っ払ってない、楽しいの楽しいの、ありがとうございます。急になんか様子変わっちゃった。ここにありと、動画配信部ここにある、ここにあり、はいはいはい、この時間は一押し動画配信部部長のガリットチュー熊谷茶さんにお越しいただきました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。一押し動画配信部サポーテッドバイ DTVDTV の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。さあ、お聞きいただいているのはララランドキャストによるアナザーデイオブサンでございます。さあ、今日はですね、こんな競技があったなら案件、これなら私が金メダル。茨城県31歳女性、会社員のたこ焼き転がるさん。たこ焼き転がるさん、こんな競技があったら私が取れる金メダルは、団体競技歯ぎしりする家族です。うわー、歯ぎしり僕もしちゃうんですよ。遺伝なのか、旦那も私も2人の子供たちも寝ながら歯ぎしりがすごいんです歯には良くないし、聞く方も大変ですよね、うん、はい、歯に良くないから僕もね、マウスピースっていうんですか、はい、マウスガードみたいなのも作ったことあるんですけども、うん、やっぱね、何日かやったんですけど、口に入れて寝るのが慣れるまで結構大変でね、違和感あって、うん、ただね、本当に歯にも悪いですしね、なんかこれ結局姿勢が悪いのかストレスなのか、原因いろいろあるということなんでね、分からないんですけども、はい、歯ぎしり金メダルでしょうね。家族4人ってなかなか聞いたことないですもん。大合唱。ハンコ。続いてこちら、千葉県41歳男性、公務員の元レスラー今はランナーさん。元レスラー今はランナーさん、はい、本部長秘書、リスナー社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。私の金メダル取れそうな競技は、お肌の日焼けギャップ比べ選手権です。おー、ランナーとかの話じゃないんだ。はい、お肌の日焼けギャップ比べ選手権。ギャップ比べなんだ。はい、とにかく私は色白です。しかし今は仕事の関係で日焼けしまくりで、袖をまくった時の腕の白と黒が差がものすごくて。なるほど。例えるならまさにポッキーのよう。うんうん、何人かかってこようとも勝てる自信があります。ラジオを聞きながらお車でお仕事なさってる方なんかも多いかもしれませんけども、この時期なんかはね、もしかしたら右手だけ焼けちゃったりとか、はい、いろいろ、あと配達する方なんかも去年からですけど、マスク焼けがね、はい、顔のマスク焼けとかっていうのは大変ですよね。なかなかよそでマスク取れなくなっちゃったりとかっていうことで、うん、でもなんか男性でも女性でも日に焼けてる部分と白い部分が
その境目が見えた時ってちょっとドキッとしますよね。なんかセクシーさ感じる部分あるじゃないですか。はい、それって男性からすると女性のそういうのってドキッとするポイントなんですけど、どうですか？女性から見ても男性のそういう、します、すごい見ちゃいます。はいはいはい、いいですよね。頑張ってんだな。はい、ぜひ金メダル取っちゃってくださいということでハンコでございます。この後19時台キリン一番絞りのコーナー、そして岸洋介さん登場です。Welcome to Yellow City。 タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。7時です。お疲れ様です。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は7時を過ぎました。記者の浜崎美穂です。7時でお仕事終わった方々お疲れ様でございます。お疲れ様です。なんだか曜日ボケしているというか、4連休があったり、オリンピックが始まったり、夏が本気の状態だったりとかで、ちょっとそしてですね、まあ日頃はないところに4連休があったりもしましたし、気がついたら今週で8月が終わったりとか、7月が終わったりで、もう今週の日曜日は8月に入りますんで、なんかちょっとよくわかんない感じで疲れてきてんのかな、単純に。なんかぼーっとしちゃうんですよね。今日そんなことをつぶやきながらここに向かってきたんですけども、ツイッターで、そしたらですね、まあ頑張ってくださいとかって心配してくださる方もいてありがとうございます、と同時に分かりますって声も結構多かったですね。なんかちょっとぼやっとなりますよね、このタイミングみたいな感じで。もしかしたらですね、疲れ溜まってる方も多いかもしれませんので、何かですね、体からサインがあった場合はですね、無理せず休んでいただけたらなと思います。熱中症の疑いもありますので、中にいても外にいてもですね、とにかく暑いですので、水分とこまめに取りながら気をつけてください皆さん。さあ、ということでここからの時間は、スカロケ一番絞り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りします。さあ、月曜日はこちら、今週の一番つぼり、全国うまい物語。皆さんがこれまで食べた全国の美味しいものを文章だけでいかにうまかったかを表現してください。読まれた方全員に一番搾り 350ml 缶24本入りワンケースをプレゼントします。はい、メッセージは皆さん毎回美味しそうに書いてくださってるんですけども、例えば咀嚼音だったりとか、むしゃむしゃとか、ガブガブとかですね、ごくりとかですね、まあいろいろ音が出てきて、たまに本当によくわかんない音が出てしまったりとかすることがあるんで、ちょっと浜崎さん次第で、なんか美味しいものに集中できなくなってしまうことがありますんで、頑張ってください。頑張ります。はい、それではまずはラジオネーム、千葉県32歳男性会社員のねもすけさんからのうまい物語です。私のうまい物語は、10年ほど前に山形旅行で食べたすき焼きです。友人5人で山形観光をして、ヘトヘトになって旅館に着いて温泉、そして待ちに待ったご飯の時間、先に前菜みたいなのが出てくる、今食べたいのは肉なんだよと思いつつ完食、ついに来た。中井さんがすき焼き鍋を用意してくれて、鍋に火をかける。おー、ついに来たとテンション爆上がり、卵を割りかき混ぜて戦闘準備、牛脂を引いて肉を投入、チェーチェー、お肉のいい匂いが、あー、いい匂いだ、早く食べたい。みんなのテンションが上がってくる。割り下を入れ、ネギも投入、ジャー、
他の野菜も投入。中井さんのどうぞの合図と同時に肉を取って卵へ投入。卵に肉汁と割り下が混じりいい色になっている。それを頬張る。あーうんあー、おいしい。鼻から抜ける上質な肉と割り下の香り、そして一番搾りをごっくりごっくり。わー幸せだ。生き返る。観光の疲れが吹き飛ぶほどの威力。ネギと肉と取ってもう一口。はーそしてごっくりごっくり。ぷはー、また一口。うんうんうん、ごっくりごっくり。うんうんうん、ごっくりごっくり。うんうんごく、もんよごく、もんよごく、もんよごく。めちゃー。どうした？的な組み合わせだ。どうした？さっき卵に程よく割り下が混ざり、それをご飯にかけてかき込む極上の卵かけご飯。これがすき焼きの締め。満足な旅行での食事でした。惜しかったのよ。え、惜しかったのよ。惜しかったと。もう一箇所だけなのよ。一箇所のあのよくわかんない音がなければ美味しそうだったの。すき焼き最高じゃない。すき焼き、すき汁ですね。え、すき汁のとこ肉汁でいいだろう。なんだすき汁って。すき焼きの汁、まあ肉だけじゃないもんな、うん、確かにな。ネギだろ。結局そっか、すき汁か。そうです、鍋汁でいいだろう。だったらなんだすき汁って。すき汁ですよ。すき焼きですから。モニョモニョのあそこなんかもう、うん、よくわかんない生き物みたいになってたよ。だってモニョモニョ食べてたんでしょ。モニョ、そうです。モニョモニョモニョ、ごくりごくりでしょ。そうです、そうです。なんか全然違う感じになってたよ途中から。また一口。うん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 。食ってる音がちょっと違うんだよな。もうぐくりむにゃぐく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 ちゃー。どうしたのそれ。だからやめろ追いかけのピチューで飛んでっちゃったよどっかに。うわ宇宙空間行ったなピチュー。ピチュー宇宙空間ってどういうことこれ。どこに当たった。金のな、え、寺は宇宙ってこと。俺も途中から陣内さんみたいな芸風になっちゃったけど。ちょっと思いました。ちょっと待ってよこれ。ちょっと感じちゃいました。まだ爆発でいいだろ宇宙行って。知らない。何の金の音だよ。毎週知らないけど。え？何に何で遊んでんだよ。なんでピチューが飛んでくんだよ。まずピチューって何の音だよ。飛んじゃったし。え？陣内さんなってましたね。丁寧にやってんだよ。陣内さんなってましたねじゃないよ。陣内さんに申し訳ないよ。いや、自然とそうなっちゃったんだよ。音を相手に突っ込んでたら一人で。陣内さんやっぱ腕すごいな、あの人。はい。でも美味しそうでしたね本部長。いや美味しそうだけど惜しいのよ本当に。もう一個だけ行く。もう一つ行きますか。最後のだけ。モニョがモニョがもうおかしいのよ、うん、その食う音がおかしいんだよ、ね、独特なんだよまず、うん、それではこちら千葉県40歳女性自営業のたぬきケーキ食べてみたいさんからのうまい物語です。私の一番つぼった美味しいもの、それはビールと一緒に食べる極上ささかまと揚げかまぼこ。もう最高です。いろんなささかまを食べてきましたが、極上ささかまは格別の中の格別。別格な？別格の中の別格。手をかけないでぜひそのまま食べてほしい。宮城県石巻にある創業大正元年100年を超える笹かまの専門店のもの。袋を開けて口に運ぶとふわーんと漂ういい香り。プリップリの弾けるような弾力。食べるとブニャーユブニャーユ。
合ってる今ので。ふわっとしっとり、絹のような滑らかな食感に肌触り、歯触りもまるで口の中がスケートリンクのような滑らかな感覚に。あー、素敵な表現。そして口の中に旨味に甘み、新鮮な白身魚の上質なすり身を使っているからこそ、そして一番搾りはがっくりがっくり、うわービールと極上ささかまがあれば幸せだ。わかるわかるな。もう一つは旦那のささかまだけど、リビングにいるし黙ってキッチンで開けちゃいます。ジニャンブリヤンニャンキュッンキュッ。何の音？二つ目でも美味しさが新鮮。あ、食ってる音だったんだ今。ジニャンブングブングブング。妖怪だよ、妖怪が隠れて食ってるだけだよ人間のやつを。何の音なんだよ。ねえねえ、何今の音。俺のセリフ、何の音だよ。こっちが聞いてんだよ。笑ってんじゃないよ。書いてあんの？書いてあって。書いてあんの？ねえ、今何の音って書いてあんの？書いてあります。旦那の声が聞こえますか？何も聞こえなかったけど、ごまかして一人楽しみました。え、怖い怖い、みんなピチュッと音してんの？なんか食った時。東北出身の私、家族に親戚みんな東北、今放送しているおかえりモネも東北だ。いいぞいいぞ東北。今年も帰れないけど、ビールとささかま食べて夏乗り越えるからね。うちのじいちゃんの墓はこう石巻にありますので。はいはい、これやっぱね、ちっちゃい時から何度も行ったことありますので、石巻は宮城県はね、うん、僕にとってもちょっと特別な場所でございますし、ささかまはね、食ったよ、うまいよ。やっぱこっちで食うのとまた違う感じするのよ。そのなんか食い方の音合ってる、はい、そもそも、うん、2つ目でも美味しさが新鮮のところ、なんか変でしたかね。いや、わかんない。2つ目でも美味しさが新鮮。ちにゃい、うんうん、むぎゅむぎゅ。で、妖怪なんだよ、妖怪の食ってる音なんだよそれ。ピッチュー、なんのいいの、追いかけのピッチューいらないの、飛んでっちゃったよ。またピッチューが宇宙空間行っちゃった。どこまで、なんでてら。いや、ちょっと待ってよ。遠くの字じゃねえよ。じゃあさっきのはなんで山形の、山形のかよ。寄せてますよね。どこにでも寺あるぞ言っとくけど。寄せてねえよ。ちょっと黙っとけ。忙しいんだよ月曜日。もう2時間以上喋って体力なくなってきたところでこのコーナーなんで。でこの後ゲスト来んだから。大変だよ本当にこの時間から月曜日は。ペース配分未だにわからん俺。なんだピチューで遊びやがって毎週。あ、でも美味しそうでしたね本部長。ピチュー、いやいや美味しそうだからいいんだけど、でそれからピチュー飛ぶことに関しても、はい、先週キリンさんにお会いしてご挨拶させてもらった時にキリンさんがピチュー飛ぶのもありにしてたから、はい、いいんですかっつって、キリンさん的にピチュー飛ぶのはそもそもピチャーって何ですかみたいな話もしたんだけど、はい、あのリスナーの皆さんどうやら大丈夫らしいので、うん、OK が出てるのでキリンさんの、はい、しばらく続きますこのピチュー、はい、ということで本日はラジオネームねもすけさん、そしてたぬきケーキ食べてみたいさんからのうまい物語お届けしました。お二人にはキリン一番搾り 350ml 缶24本入りワンケースをプレゼントしますので楽しんでください。今週の一番つぼり全国うまい物語ではリスナーの皆さんからのうまいもの紹介メッセージを募集しています。メッセージ読まれた方には一番搾り 350ml 缶24本入りワンケースをプレゼントします。スカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトをぜひチェックしてみてください。スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りしました。
スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。それでは本日のゲストご紹介しましょう。シンガーソングライターの岸洋介さんです。ご無沙汰しております。シンガーソングライター岸洋介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。岸さんはですね、はい、このスカイロケットカンパニーが2013年の春の、渋谷のスペイン坂スタジオから始まってるんですが、はい、当時ですね、スペイン坂スタジオにも普通にリスナーとして見に来てくれたこともあるということでございます、はい、それから、お仕事なさってる時にですね、はい、作った歌、社会人経験もございますので、そんな時のにですね、ドアというね、はい、楽曲を作って持ってきてくれて、アーティストとなり、そしてこのスカレコ社員の歌として1ヶ月お借りしたこともありますし、はい、いろいろとお付き合いがありまして、今はですね、広報部、はい、広報部長ですよね。ありがとうございます。スカロケの、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。そんな岸さんから1年数ヶ月ぶりに、はい、夜中に急に LINE が来まして、はい、実は700万借金しましてっていう書き出し700万って言わないでください。夜中3時だよ夜中3時、はい、俺はね、本当に年の離れたアーティストから急に金の工面の LINE が来たと思って。違いますよ、貸してください。やめてください。怖かったよ、夜中の3時に700万借金という書き出しの LINE。 違います。違う、それとは違ったんだよね、はい、自分でね、会社もやってらっしゃるし、はい、700万お金借りてアルバムを1枚渾身の作品を作ったんで、はい、なんかお仕事ご一緒させてくださいと、はい、でアルバムができるまでは連絡するのをやめようと思ってましたと、はい、いうことで、はい、今日はですね、久しぶりに、2020年2月ぶりということ、あ、昨年の2月に出てるんだ。でも、うん、本部長代理で、あ、なるほど、はい、コロナの直前、そうですそうです、出てくれてて、はい、そこ以来ですよね。そこ以来でございます。1年半ぶりでございます、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今話にも出ましたけども、そんな岸さん、8月1日にアーティスト活動10周年記念アルバム、はい、トレモロリリースされます。はい、ありがとうございます。でこの後にトレモロの話だったりとか曲の話もするんですが、はい、僕はちょっと今日まずラジオの前の皆さんに数分間ちょっとまずはこの楽曲を聴いてほしいなと、うん、働いてる方々もまだ聴いてるかもしれません、働いてる方、そうじゃない方々にとってもですね、岸さんのこういろいろ経験をしてきたからこそ届けられる楽曲なんじゃないかなということで、記念日、わあ、ありがとうございます。ちょっと皆さんにまずお届けでも、はい、いいかしら。いや、びっくりしました、嬉しいです。これをちょっと歌詞を聴いてほしいんですけど、うん、聴くことによって本当に今日が何か特別な日に変わる人もいるんじゃないかなと、ありがとうございます、思いまして、はい、行かせていただきます。お願いします。お聞きいただいたのは、8月1日に、リリースされます岸洋介さんの、10周年の記念のアルバム、ニューアルバムですね、トレモロの中から記念日でした。はい、ありがとうございます。素敵な楽曲ですよね。まさか記念日を選んでいただけるとは。これって8月1日リリースですけど、この記念日は流しても大丈夫でした？はい、あ、もちろんもちろん、1日リリースなんですけど、はい、まずは会場限定だったり、はい、ネット販売限定っていう感じなので、はい、もう何でも流して大丈夫です、はい、月曜日という歌詞も序盤に出てくるんで、はい、まあ、今日本当に早めの時間にかけたいなっていうのもあって、ありがとうございます。いろんなね話を、あれちょっと前に自分のトークライブにも出てもらってるんですけど、はい、コロナ禍が始まっていろいろな仕事も大変になってしまって、はい、ライブなんかでも借金作ってしまったってことですもんね。もう、はい、とんでもなかったですね。はい、中止になったりした費用だったりとか、はいはい、その抑えてたお金ですよね、はい、いろんなスタッフさんとかには払わなきゃいけないし、そうですね、会場費も払わなきゃいけないんで、チケット収入、グッズ販売の収入もっていう、はい、なくなるってことで。そうですね。どんな1年半でした、このアルバムにたどり着くまで。だから今スカロケ登場は2020年の2月ぶりっていうふうに書いてあったんですけど、うん、僕からするともう目まぐるしすぎて、うん、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってない感覚なんです、逆に。ああそう、ちょっとしんどかったから記憶が消えてる期間もあると思うんですけど、はいはい、あ、そんなに経っちゃったんだなっていう感覚の1年半だったりしますね。
うん、今も借金があるんですもんね。そうですね、このアルバム作っちゃったのでアルバムって高いんだね。そうですね、今回フルプロデュースで益子達郎さんっていう、はい、僕の師匠に作っていただいて、はい、やっぱりその後悔したくなかったので、はい、なんかそのお金の面とかでこれができないとか、技術的な制約がなるべくないようにしたかったと、はい、僕としてもその独立をして、はい、まあ、1枚目のアルバムだったりもするので、うん、やっぱり彼と一緒に最高の作品を作りたいっていう意味で、まあ、結果的にそうなったっていうところではあります。すごいいろいろな楽曲が入っていて、はい、歌ごとに岸さんの声も違う風に聞こえたりとか、ね、あれ流したいこれ流したいってあるんだけど、俺途中まで聞いてて、はい、この1年半で振られすぎだろって思って、はい途中で不安になんなかった俺。最後まで聞いて安心したけど、途中までちょっと振られすぎじゃない。これ理由があって、うん、10周年記念アルバムで、うん、10年前に歌っていた曲とかもリアレンジして入れてるんですよ、うんうん、なので当時、まあ、LDH っていう事務所に所属させていただいた頃に歌っていた楽曲とかも、はい、失恋ソングだったりとかが、そうなんです、8割失恋ソングだったのでもうちょっとしょうがないところあるんですよね。いや結構序盤の失恋ソング率が高くてさ、はい、不安になっちゃったら、なんかこの1年半の出来事じゃないのね。違います、この10年間の8割振られてたっていう、はいはいはい、感じです。そしていろいろな歌がある中で、はい、ヒーローも僕もすごくいいなと思ってたんですけども、ありがとうございます。亡くなっちゃった人っていうのは、はい、会えないじゃないですか、シンプルに。はい、それがこう身内だったりするとね、うん、特にですけども、うん、本当にね、久しぶりにね、ちょっと会いたくなっちゃいましたね、僕も聞いてて。嬉しいです、ありがとうございますね。はい、なんでだろうね、一回だけでもちょっと声かけてほしいななんてね、うん、思いますけども、これはでもあんまり話しすぎると野暮になりますけども、はい、ご家族のことを思って。そうですね、うん、まあ本当ちっちゃい頃に父が亡くなって、はい、まあ、そのことを、まあ、18歳の時にそれこそ師匠と一緒にこの曲を作って、うん、まあ、ずっとその入れるタイミングというかアルバムにどこに入れようかと思った時に、はい、やっぱこのコロナ禍っていうこともあって、やっぱ今なんじゃないかな、届けるのはっていうふうに思って今回入れさせていただいたっていう。ヒーロー、はい、ヒーロー、お聞きいただいたのは8月1日に、リリースになります岸洋介さんのニューアルバムトレモロの中からヒーローでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりこの1年半で、はい、こう亡くなられたお父さんのことなんかは例年よりも考えました。考えました。そのなんか自分の人生を考えるとともに、そうですね、そのなんか本当変な意味じゃなく死がすごく近いものに感じちゃった1年半だったので、うんうん、なんか今親父だったらどう思ってんだろうなとか、うんうん、そういうことをこう無意識に考えてしまう1年半ではありましたよね。相談乗りてえなとかね。そうです、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 ね、そうです、はい、分かります。なんかすごい、はい、うん、ハッシュタグスカロケしぶちゃんさん、しぶちゃんさん、ヒーローは本当に心にグッとくる曲、前奏から涙が出てしまう、大切なこの曲をアルバムに入れてくれてとても嬉しいです。そしてエミさん、エミさん、ごめんなさい、振られすぎに笑ってしまいました10年ですからね、10年ですから、10年にしても振られすぎな気はするんだけど本当、本当そうですね、本当にね、いやごめんなさいね、歌の世界の話なので、いやいやいや、実生活に結びつける必要もないんだけど本当ですね、10曲で聞いた時に前半ちょっと不安になっただのよそうですね、3曲ぐらい続いたからさ僕らも同じことを言いながら作ってましたおうおうおう、振られてんなーって、振られてんな、ずいぶんって思いながら聞いてた俺、不安になっちゃった、はい、本当に、はい、ちょっと引き賞もちょっと流したいの、うん、曲いってもいいですか。ありがとうございます。でもたくさんあったんですよね、うん、サイレントウォールも聞きたいですし、うんうん、嬉しい。サイレントウォールあたりは新曲でしょ、うん、サイレントウォールと、うん、ハートは嫌って曲があって、その2曲が新曲なんです。サイレントウォールは相当落ちてる時に作ってるでしょ、はい、これそうでもない、まあ、師匠と一緒に作らせていただいて、はい、この時はそんなに落ちてない。はい、はい、あ、そうか、なんかね、この間ちょっと話す機会があった時に、うん、はい、すごい落ちてる時にできた曲もあるみたいな話だから、それはまたじゃあこう、はい、内緒というかあれで、そうですね、言わずにまずは皆さんにいろいろ聞いていただけたらなということ、うん、はい、秘書はじゃあどうします。いやでもちょっと雰囲気の違う曲も聞いてほしいっていうのもありますけど、うんうん、でも今ハートワイヤーも新曲っておっしゃってましたよね、またタイプ違いますもん ね、他の楽曲とここまで流れた2曲とはちょっと違うし、うん、なんか僕すごい好きですよ、この空気感、あ、本当音楽の、はい、聴いてもらいたいですね、はい、リスナーの皆さんに。これはなん、ハートは嫌であってんの、ハートは嫌であって読み方は、はい、じゃあ秘書の選曲ということで、はい、聴、
岸洋介さんのニューアルバムプレモロからハートは嫌。さあお聞きいただいたのはですね、岸さんの8月1日のニューアルバムトレモロの中からですね、ハートは嫌。はい、振られてました。これもまた振られてました。すいません、これまあ6曲目ぐらいなんですけど、まだ振られてました、ね、まだ振られてましたね、はい、はいはいはい。まあちょっとアルバム通して聞いていただければ、振られるばかりじゃないってことは分かってもらえると思うんです、はい、岸さん引き続き放送最後までよろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあここでオリンピックの最新情報です。柔道男子73キロ級で2016年リオデジャネイロ五輪王者の大野将平選手が決勝でラシャシャフダルアシビリ選手を下し、2大会連続の金メダルを獲得しました。スカイロケットカンパニー。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。記者の浜崎美穂です。さあ引き続きゲストです、岸洋介さんです。はい、岸洋介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どういう風なところでお金ってかかってくるんですか、はい、アルバム作るときって。まあ、今回に関しては益子達郎さんが作った曲に対して、そのアレンジャーの方々、相当有名な素晴らしい方々に、はい、やっていただいたこともありますし、はい、まあ、あと、まあ、後悔しない撮り方だったりとか、はい、あとね、細部にわたって今回デザインとか、はい、写真撮るものとか、そういうのももうお金気にしないで、うんうん、お願いしますってプロの方に頼みまくったので、後からちょっと本当に大変でしたね。ね、はい、あんまお金の話聞いちゃうのも良くないかもしれないですし、はい、リスナーさんには作品を、お金のこと関係なしに向き合っていただきたいなと思いますけども、ね、はい、手に取っていただくことだったりとかですね、うん、それから、まあ、気になった方はライブに見に来ていただいたりとか、はい、グッズ買っていただいたりってこともちょっとお願いしたいなってところですけども、ライブは8月1日は配信のみになりましたか。1日から実は本当はツアーのはずだったんですけども、ね、はい、まあ、緊急事態宣言中は僕ちょっとライブはやらないっていうことを決めていたので、はい、1日は配信ライブという形でアルバム付きチケットっていうものを販売して、はい、なるほど、そうなんですよ、 CD を買うとアルバムついてくるよみたいな配信ライブを8月1日にやらせていただこうかなというふうに今思ってます。じゃあ8月のその後の大阪だったりとか、9月に入ってから名古屋、はい、福岡あたりはちょっとわからないですか今のところ。はい、まあやれたらいいなって今思ってるところっていう感じです、うんうん、はい、無事にね、少しでもお客さん入れてやれることを、そうですね、ね、祈ってますけども、はい、こればっかりはね、わからないので、気になった方はですね、SNS 等をですね、はい、引き続きチェックしていただけたらなと、ありがとうございます。思います。そして最後になりますけども、はい、今日もう一曲かけていただけるということでございますので、やった。このアルバムの曲にも表題曲というか、はい、そうですね、タイトルにもなってます。これどういった曲でしょうか。この曲に関しては実は師匠の益子達郎さんと2人で歌ってる曲なんですよ、はいはい、でトレモロって音楽でいうなんかギターの歪みのボボボボボーンみたいな、こう同じ音の近いのが波打って音鳴るみたいなものなんですけど、はい、うん、なんかまあ2人の10年間の人生がこう交わったりまた離れたりみたいので音って紡いできたよねみたいな思いを込めた曲なんですけれども、まあ、このアルバム自体日本人なら絶対1曲好きな曲が見つかるアルバムにしたいみたいな感じで作ったので、うんうん、ぜひこんなキャッチーな曲聴いてもらえたらなというふうに思います。はい、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー。この後8時からはニュースサピエンスです。この後も東京 FM でお楽しみください。さあお聞きいただいているのはですね、岸洋介さんのニューアルバムトレモロの中からトレモロでございます、はい、さあ番組を残すところ50秒となりました。50秒。岸さん、1年半ぶりのスカイロケットカンパニーでございました、はい、広報部長としてどうだったでしょうか。本当にもう缶の方が無料でございました。ありがとうございます。缶の方が無料ということで、ありがとうございます、はい、最後の言葉がそれですけど大丈夫ですね。缶の方が無料で大丈夫です。逆に大丈夫です。わかりました。いただきました。ありがとうございます。また遊びに来てください、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは本部長、そして岸洋介さん、今日も一日お疲れ様でした。